東京都では、職員の長時間労働を減らす都庁からの20時完全体調の取り組みが行われていますが、小池知事は、さらに早い体調を呼びかけたいという考えを示しました。8時などという生ぬるいことを言わずに、もっと早くしていきたい。とはいえ、私自身が都庁の職員の仕事を増やしているのは事実なので。<laughs> <laughs> 東京都では10月から午後8時の隊長を呼びかけています。しかし都によりますと、およそ1万人の職員の1割ほどが8時を過ぎても都庁で仕事をしているということです。昨日の会見で小池知事は、職員に対してさらに働き方を変えてもらいたいと訴え、もっと早い時間に対聴できるよう効率的に仕事を進めてほしいと呼びかけました。